ハイレグとは、ハイレッグカットの略称で、主に女性用の下着、パンティや水着、レオタード類のデザインの一種である。女性の水着やレオタードなどで、足の付け根の部分を深く鋭角にカッティングしたものを言う。なお、足首の位置が腰骨の上まで切り込まれているものをスーパーハイレグという。ハイレグの特徴としては、以下のような点が挙げられる。1976年のモントリオールオリンピックで、ナディア・コマネチが、ハイレグ型のレオタードを身につけていた。ビートたけしが、コマネチ、と叫び足の付け根を、V 字型になぞる一発ギャグはそのレオタードの形状を表したものである。しかし、この頃はまだ、ハイレグという言葉はなかった。現在でいうハイレグという形状の衣装そのものは、古くから見られ、少なくとも1400年代から中国で確認されている1978年、イスラエルのユダヤ人デザイナー、ギデオン・オバソンがハイレグカットの斬新なデザインの水着を発表。これが世界的に大ヒットしたのである。日本でも1980年代前半頃から女性のワンピース型水着のデザインに取り入れられるようになった。バブル景気時代はハイレグ水着やハイレグレオタードの全盛期となった。レースクイーン、キャンペーンガールのコスチュームにおいてもハイレグが主流になり、腰骨の上までカットされたスーパーハイレグの着用も多くなった。その後、1990年代半ばからは、ビキニや短キニなどセパレート型水着の復活、ローライズなどの流行により、足首のラインカットは多様化してきている。バニーガールが着用する衣装の多くは、上半身部分は、型崩れしないよう、ワイヤーボーンで、補正効果が施された、ビスチェタイプ。下半身部分は、ハイレグカットされたボトムが一体化しているものが多い。バニースーツには、網タイツもしくはストッキングを着用して、ハイヒールを合わせるのが、一般的である。木村春夫、水着の文化誌。P183i の公式サイトより、水着の歴史安価な量産品の場合は透明なブラストラップを使用するものが多い。女性用ショーツパンティのデザインの種類。ありがとうございます。